道の駅口熊野は和歌山県西室郡上富田町の規制自動車道沿いにある道の駅。角谷が運営する。2015年7月12日に先行をオープンし、同年8月2日にオープンした。口熊野交流館として整備を行っていたが、2015年に道の駅口熊野として登録された。当初は規制自動車道の南北鍋。 IC シースサミミ館が2015年9月の木の国我が山国体に合わせて開通する予定であったため、それに合わせてオープンする予定だった。しかし、南北鍋 IC 南北白浜インターチェンジ館の開通が同年7月12日に前倒しされたため、東道の駅もこれに合わせて前倒しをオープンすることが決定し、7月12日に 準備期間として駐車場とトイレの先行使用を開始し、8月2日にオープンすることになった。なお、上富田、大阪方面よりの車線沿いに整備される関係で、規制自動車道からの利用は、南紀白浜、須佐美方面からの流入、上富田、大阪方面への流出のみとなる。このため、規制自動車道の逆方向からの利用は、上富田インターチェンジから一旦退出し、 一般道側の駐車場を利用することになる。一般道から規制自動車道側の駐車場に自動車で乗り入れることはできない。岩崎交差点からの調度経由による間接接続である。ありがとうございます。